1986年5月5日午後0時半ごろ、福島市松川町の笹森山の林道脇の斜面に女性の腐乱死体があるのを家族と一緒に山菜採りに来た小学生が見つけ、福島署に届け出た。死体は腐乱状態がひどく、一部白骨化しており、林道脇の桜の下2メートルのところに仰向けになって倒れていた。身長約158センチ、髪は茶色に染めており、ベージュの下着と赤の長袖シャツの上にグレーのジャンパースカートを着ていたが、周りに身元に結びつく所持品はなかった。検視の結果、外傷や着衣の乱れはなく、年齢は30から40歳くらいで、死後1、2ヶ月経過しているとみられた。福島署は現場などの状況から死体遺棄事件とほぼ断定し、身元の割り出しに全力を挙げた。死体遺棄事件とほぼ断定した根拠として、60度の急斜面に仰向けになり、頭を下の方にして倒れていた。死体を引きずったような跡があった。3日間の現場一帯の捜索でも、靴や身元に結びつく時計、バッグなどの所持品は見つからなかった。県内の家出人の該当者が見当たらず、メディアで報道した後も有力な情報提供がないことなどを挙げ、現場に靴がなく不審な点も多いことから、何者かに殺害されて捨てられたか、自殺の両面で捜査した。現場は松川農協水原支所から笹森山に約3キロ入った林道沿い。福島署は6月19日、遺体の女性は猪苗代町出身で、前年11月から行方のわからなくなっていた仙台市のデパート店員恵子さん38歳と断定し、死体遺棄事件として本格的な捜査に乗り出した。腐乱死体の女性のブラウスは東京都内の高級婦人服メーカーマリムラが10着だけ作ったもので、福島県いわき市で2着、栃木県宇都宮市で1着が販売されていた。このうち宇都宮市内の洋装店でブラウスを買ったのが、当時同市内のデパートに派遣店員として働いていた恵子さんと分かり、デパートに提出していた履歴書の指紋が遺体と一致した。恵子さんは猪苗代町の中学校を卒業後、会津乗り合い自動車に車掌として勤務。1969年に福島市内に嫁ぎ、男の子を産んだ。しかし数年前から夫や子供と別居し、1984年6月に宇都宮市に転居し、1985年7月には仙台市に移り住んだ。デパートの派遣社員として働くことが多く、明るく社交的な性格だったという。恵子さんは同年11月8日、別居していた夫と協議離婚し、離婚届が受理された2日後の11月10日、仙台市のデパートを無断欠勤したまま消息を絶っていた。福島署は事件発覚から約1ヶ月後の6月20日、恵子さんと深い関係にあった福島市の国鉄職員 S41 歳を
死体遺棄の疑いで逮捕した。調べに対し S は11月中旬の午後3時ごろ、仙台市のマンションに恵子さんを訪ねたところ、恵子さんは居間に倒れていた。体に触ったところ冷たくなっているので死んでいるのが分かり、驚いて部屋を飛び出した。その後このまま放置して2人の関係が家族や職場に知られたらまずいと思い、2日後に再び訪れ、恵子さんの遺体を車に乗せ福島市の笹森山に捨てたと自供した。 S は恵子さんの遺体を捨てたことは認めたものの、事件の核心部分になると口をつぐんでいたが、福島署が追及した結果、恵子さんと金のことで口論となって殺したと殺人も全面自供した。 S は福島市内の高校を卒業後、1964年に国鉄に入社した。福島電力区や新幹線宿などを経て、1985年4月10日付の異動で白石電力宿の電気技術副主任として勤務していた。 S は1979年4月の福島市議選に33歳の若さで立候補、定数44に61人が立候補する激戦だった。結局1561票を集めたが、当選には400票足りず56位で落選した。恵子さんは S の選挙カーのウグイス嬢を務めていたことから知り合った。恵子さんは1980年頃から夫と別居し、1984年に宇都宮市へ転居した頃から S と親しい関係を持つようになった。1985年春には S が仙台鉄道管理局に転勤したのを機に、恵子さんも仙台市に移り、 S 名義で借りたマンションに住むようになった。この頃恵子さんは知人に、国鉄の人と付き合っていてもうすぐ結婚すると話していたという。恵子さんが福島市役所に離婚届を出したのは殺される4日前の11月8日だった。しかし S は福島市内に家庭を持っていた。マンションの部屋代を払い、恵子さんには月々の生活費の不足分を渡しており、 S の経済的な負担は大きかった。こんな事情から、素朴で真面目で正義感に熱い人だった S が、1981年頃から同僚や知人にしつこく借金を申し込むようになった。身内に内緒で実家の土地を担保に、福島市の金融機関に融資を依頼したこともあった。二人をよく知る人の話によると、恵子さんは気さくな反面プライドがとても高く派手好み、 S は奥さんと離婚する気はなく、金銭面を含めて恵子さんとの関係に苦しんでいたという。警察の調べで S にはサラ金などに1000万円を超す借金があったことも明らかになった。 S は恵子さんを殺した後、部屋に鍵をかけ、8日後の11月20日午前6時、死体を布団袋に詰め、軽トラックに乗せ、捨てる場所を探して宮城県内を10時間以上も走った。しかし結局自分の実家近くの笹森山に死体を捨てた。そして死体を捨てた3日後の
11月23日、以前利用したことのあるディスカウントショップに恵子さんの家財道具などを約30万円で売却した。その時、S は顔見知りの店主に、マンションは俺の名義だが、知り合いの女性が家賃を滞納したまま他の男と結婚してしまったので、家財を処分して家賃に充てると話したという。殺人・死体遺棄罪に問われた S の初公判は1986年8月8日福島地裁で開かれ、 S 被告は起訴事実を全面的に認めた。冒頭陳述で検察は、借金苦の S 被告が犯行の2ヶ月前ほど前から恵子さんとの関係を清算するため犯行を計画、あらかじめネクタイと猿ぐつわのタオルを用意したことを明らかにした。また検察は、 S 被告は両腕で5分以上も首を絞めた上、息を吹き返さないようにネクタイを巻いてとどめを刺したと生々しい犯行を示した。殺害後、 S 被告は恵子さんのショルダーバッグから現金約3万円とキャッシュカードを抜き取り、銀行から現金を引き出していた。求刑公判は10月30日福島地裁で開かれ、検察は6年半も関係を続けた被害者を簡単に殺害し、非人間的な犯行だと懲役15年を求刑した。論告の中で検察は、結婚を餌に長期間にわたって被害者を騙し妊娠中絶させるなど非道な事件だと厳しく指摘。さらに、犯行は計画的で被害者の所持金や勤務先の給料まで奪うなど、強盗殺人にも似た悪質な犯行だと述べた。判決公判は11月7日福島地裁で開かれ、裁判長は、人間の道を外れた冷酷非道な犯行だとして、求刑通り懲役15年の判決を言い渡した。判決理由で裁判長は、妻子がありながら結婚話を餌に6年半も被害者を騙し続け、その挙句口を封じるため生命を奪うなど自己中心的な犯行だと指摘。さらに、殺害方法は綿密計画的、遺体を捨てて自殺を装い、半年近くも風雪にさらし、見るも無残な姿にしたと厳しく述べた。恵子さんの父親は、事情はいろいろあるのでしょうが、刑は軽すぎる、親の気持ちとしては無期懲役にしてもらいたかった、今はただ胸がいっぱいで何も言うことはないと無念さをじっと耐えていた。